あの店ならおすすめじゃ。あと2回手入れすれば尻尾の毛も滑らかになるじゃろう。こんな綺麗な尻尾が生えておるんじゃ、大事にせねばならぬ。そうじゃろ。そんなことには興味がない。遠慮させてもらう。口ではそう言っておっても耳が立っておるぞ。何時の尻尾は専門的な手入れを受けておらぬようじゃが、毛並みは悪くない。つまり何時が自ら手入れをしている証拠じゃ。丸くうずくまり柔らかな尻尾を抱きしめながら夢の世界に入るのが癖になっているようじゃの。なぜそのことを。ふざけるな。俺は渡墨島の大将だ。そんなことをするわけがない。何、そう恥ずかしがることはない。モフモフした尻尾を抱きしめながら寝たいという気持ちはわらわにも理解できる。本当か。いや違う、またお前に流されるところだった。よく考えてみれば、俺はどうしてお前と尻尾の話なんかしているんだ。どうしてって、何時がモフモフした尻尾を持っておるからじゃ。可愛いと思うぞ。どうにかしてこの状況を打開しなければ。お前はよかった。頼む、助けてくれ。おや、これはこれはわらわの一番お気に入りのわっぱではないか。まさかここで会うとはのう。今尻尾の話をしていたところじゃ。五郎の尻尾は綺麗じゃろう。触ってみたいと思わぬか。そう緊張するでない。何時の心のままに従えばいいのじゃ。こいつは騙されないぞ。俺たちは共に戦った仲間だからな。失礼いたします。宮司様、頼まれていました例の件ですが、滞りなく完了いたしました。今回はある大物画家に依頼しましたので、完成品にご満足いただけるかと。ふむ、後で見に行こう。問題がなければ店の前に置くことにする。さて、冗談はここまでじゃ。せっかく鳴神島に来たんじゃ、ここの変化をとくと見ていくとよい。何時らが鳴神島で楽しく過ごせることを願っておるぞ。あいつ、去り際になんだか変な目つけで俺のことを見てたよな。まさか何か企んでいるのか。はあ、お前には恥ずかしいところを見せた。今日俺が八重堂を訪ねたのは、三五宮様のための本を買うためだったんだ。渡墨島が幕府と平和条約を結んで以来、互いの関係はより親密なものとなった。そこで俺も幕府が統治する地がどんな場所なのか見てみたいと思ったんだ。なのにまさかここであの女に会うとは。何度か話したことがあるんだが、未だになれない。俺はああいった人が苦手なんだ。背が高く変わった話し方をする。それに彼女からは妙な圧も感じるしな。戦場で会うならまだしも、普段の生活で会ったらどう接していいのかわからん。これも、ああ、三五宮様からも聞いたことがある。作戦においてまずは自分の弱点を避けるべきだと。八重巫子と会わない限り問題はないだろう。お前の言う通り、しばらく八重堂には行かないことにしよう。今回鳴神島に来たのは、実は他にもちょっとした用事があったからなんだ。以前名槌の浜で幕府軍と戦った時、俺はある箱を持っていてな、その中にすごく大切なものを入れていたんだ。だが当時戦況は芳しくなく、抵抗軍は撤退を余儀なくされた。
俺は慌ててその箱を埋めて隠すことにした。今日はその箱を持って帰ろうと思ったんだが、すでに誰かがそれを掘り起こしていたな。周囲の人から情報を集めたところ、冒険者協会が先にそれを手に入れたらしい。あの箱はすごく大事なものなんだ。だから冒険者協会に行って取り戻したい。お前も一緒に行ってくれないだろうか。よかった、礼を言う。それじゃあ早速出発しよう。それは困りましたね。ご安心ください、あなたたちがお探しのものはこちらで預かっています。ただ今すぐはお渡しができない状況なんです。実はその箱が放蕩団の事件に関係していまして、現在はその調査中となります。妙だな、あそこに埋めた箱と放蕩団に何の関係があるんだ。はい、ご説明しますと、少し前に木漏れ茶屋で窃盗事件が発生したんです。犯行は放蕩団によるもので、協会はその調査依頼を受けました。そして冒険者が調査した結果、彼らは宝を名槌の浜に埋めたということが分かったのです。しかしいざ私たちが掘り返してみると、名槌の浜からは様々なものが出てきました。どれが放蕩団に関係するものなのか判断ができない状況となってしまっているのです。そのため一旦それらをすべて冒険者協会で保管し、放蕩団を捕まえた後、彼らの供述をもとに持ち主へお返しすることになりました。そうだったのか、まさか俺以外にもあそこに物を埋めてる人がいたとは。それがそちらの考えというのなら、俺も今すぐ返してもらおうとは思わない。だがその調査は順調に進んでいるのか。それが厄介なことに、放蕩団の隠れ家が未だ見つかっていないのです。お二方にはもうしばらくお待ちいただくことになるかと。もうしばらくか、ならどうだ、俺が放蕩団を見つけ出そう。そして盗品の確認ができ次第、俺の箱を返してもらえないだろうか。あれはとても大事なものなんだ。だからできる限り早く手元に戻したい。ええ、そういうことでしたらもちろん構いません。しかし多くの冒険者がこのことを調べましたが、何も成果が出ずに終わっています。お二方も探すのでしたら、何か方法を考える必要があるかもしれません。ああ、今のところはそうするしかないな。そこに行けば何か手がかりが残っているかもしれない。ところでその木漏れ茶屋とはどんな場所なんだ。なるほど、なんだか趣のある場所みたいだな。そこに行ってみよう。お二方も例の窃盗事件を調べに来たのですか。それはお疲れ様です。ですが特に手がかりは見つかっていません。今回窃盗被害に遭ったのは太郎丸の2番金庫です。あの日夜も更けて木漏れ茶屋の周辺から人が少なくなった頃、その隙を狙って彼らは店に侵入をしました。私たちが気づいた時にはもう手遅れで、残っていた痕跡から何とか箱を取り戻しましたが、木漏れ茶屋を狙った放蕩団はどこかに身を潜め、今も行方がわからないままです。何度も聞き込みをしましたが、誰もその放蕩団を目撃した人はいませんでした。相手はかなりの手だれだと思われます。太郎丸、どうして出てきたのですか。おかしいですね、今日の太郎丸なんだかいつもと様子が違うようです。こいつは放蕩団の隠れ家を知っているらしい。なんというか方言を聞いているような感じなんだ。わかりにくいところも多々あるが、大体は理解できる。放蕩団が盗みを働いていた時、太郎丸もその場にいたらしい。放蕩団は太郎丸を警戒していなかったようで、いろいろ話しているところを聞いたようだ。相手は人数が多く武装していたため、太郎丸は吠えることもできず、そいつらを見逃すことしかできなかったとのことだ。なるほど、ここ最近太郎丸がそわそわしながら外を見ていたのはそれが理由だったんですね。外に出て散歩がしたいのかと勘違いしていました。それは確かに面倒だな。
あ、わかった。宝刀団の奴らが天守閣真下の砂浜に身を隠すと話していたのを太郎丸が聞いたようだ。あそこを調べる人はそういない。宝刀団にとっては最も安全な場所ということだな。宝刀団は全部で5人、親分の名前は康介で、若頭は安久という人のようだ。親分の訛りからして多分鳴神島の出身で、新人2人の出身は。お疲れ太郎丸。手がかりを知っているのに伝えられなかったのは辛かっただろう。安心しろ、残りは俺たちに任せてくれ。必ずお前のものを取り戻そう。一緒に来てくれるか。今は軍を率いていないが、数人のコソ泥であれば俺たちだけで解決できるはずだ。どういうことだ。まさかここを調べに来る奴がいるとは。兄貴、最も危険な場所こそ最も安全な場所だって言ってたよな。そのはずだ。ここ数日隠れていて誰にも気づかれなかっただろう。そろそろ騒ぎが収まるって時に捕まっちまうとは。おいガキ、お前ら一体何者だ。そいつらに言うことは何もない。生活が苦しくとも兵士たちが民に手を出すことは一度もなかった。お前たちは平和な地で暮らしているにもかかわらず、私欲のため悪事を犯した。こいつらを早く冒険者協会に連れて行こう。身元を確認した後、相応の罰を受けてもらう。頼む、見逃してくれないか。これまで食べてきたもんを半分やろう。目をつぶってくれるなら何でもする。黙れ。そいつらを縛って連れて行くぞ。よく考えたらここは軍営じゃない。そこまでしなくてもよかったな。だが盗っ人は罰を受けるべきだ。そいつらを連れて行こう。取り調べの結果、木漏れ茶屋のものを盗んだのはこの人たちで間違いありません。しかし手がかりが全くない状況で彼らを捕まえるとは思いませんでした。宝刀団の供述により盗品の確認も終わりましたので、お約束通り探していた箱をお返しします。はい、どうぞ。ふぅ、よかった。うん、いや、中に入っているのはここのものではなく渡積島のものだ。やはり渡積島に戻ってから開けることにしよう。一つ、二つ、三つ、よし、全部あるみたいだな。俺についてきた兵士たちが残したものだ。水筒、手ぬぐい、膝当て、ありふれたものだが、そこには彼らの名前が書いてある。彼らが家族に残した唯一の形見だ。あの作戦を前にして生き残る可能性は低いと皆が分かっていた。だから兵士たちは俺のところに来て、自らの形見を家族に残そうとした。戦場で刀と槍は折れ、ひしゃげた鎧は持ち運ぶのに苦労する。多くの者は字を書けなかったから手紙も残せなかった。最後に家に届けることができたのはいつも使用していた日用品だけだったんだ。兵士たちは俺のことを信頼してくれていたが、俺はあの戦いで勝つことができなかった。彼らから託されたものをただ砂浜に埋めることしかできなかったんだ。こういったことに直面するたび、俺は自分に言い聞かせるんだ。そうだな。だが今はもう少しこのままでいさせてくれ。